キックオフ。どうもこんにちは。では早速ね、ポケットモンスター Y やっていきたいと思います。なんだけどさ、今回は下行くかこの街へ行くか悩んでたんですけど、やっぱ街へ行った方がいいかなと思いますんで、街へ行きます。強い風でも動くし、いざとなれば人のポケモンで動かせるのも風車でいいってことだよね。ああ、なるほどね。風車って電力やってんだっけ？こんにちは。リーゼント？フレアドに入れば将来も安心だってよ。いや、入んないし。若き冒険者、とにかく動きなさいな。はい？ここの、関所のお姉さんってそんなこと言うタイプだっけ？さあ、着きました。フージュタウン。え、雪？うわ、すごい雪積もってる。うわぁ、雪積もってるよ。雪降ってるよ。すごい。積層越えるだけでこんな。あ、息が白い。うわ、リアル。すごい。これ登ろうぜ。ダメか。すごい。雪降ってるし。びっくりした。ここはフージュタウン。綿毛マイトブ。あ、綿毛なんだこれ。雪じゃないのこれ。いらっしゃいませ。は？高くね？いいです。高くないか。モーモーミルク1本500円は高いと思う。ね、え、待って、なんでこの街こんな人が多いの？フロースト警部で良くなくて起きている。かもしれない。フロースト警部って何？何してんのお前。おう！あ、お前か。オーパワーもういらないんだけど、オーパワー。オーパワーもうよくわかんないからさ。いらないんですけど、普通に。よし。おーい。はい、どうも。オーパワーって全くわかんないかな。とりあえず回復しよう。おー、すごい。遠くから。なんかさ、魂だけ浮いて、魂が下の世界を見てるみたいな感じだね。はい、どうも、ありがとうございます。キビキビ、このお盆の実をポケモンに使ってください。あ、うわ、優しい。ありがとう。ポケモンのデイバッドにプレゼントしたものなんだよ。冬山で遭難した人を助けてくれるんだってね。へぇー。あれでしょ？よくロケット団に荷物運びに来てたやつでしょ？懐かしいなぁ。やぁ、うまい棒。この声は、黒幕か？黒幕だ。お久しぶりですね。僕もさ、若い頃はいろんな地方を巡り、様々なポケモンと出会いつつ、土地ごとの味わいに気づいて、食べ歩きも楽しんじゃってね。結構カオス各地とかに詳しくなったりしてさ。どうでもいいや、そのこと。博士。もう、デクシオ君、話は繋がっているんだよ。フラダルさんが話していたポケモンのこと覚えてるかい？え、何？覚えてない。いいえ。そうなんだよね。時には忘れることも大事さ。カオスの伝説ポケモン。名前は、イベルタル。イベルタル。文献によるとだね。かのポケモンを見た者は甘いルパンに圧倒され、こう伝えるのみだった。まるで、Y という文字のようなポケモンと。へぇー。Y。 いや、 Y みたいな形のポケモンを想像したらちょっとシュールで笑っちゃった。アンノーンかな。何でもエネルギーを吸い取ってしまうポケモンらしいね。千年とも言われる寿命が尽きると周りの魂を奪ってさ。怖い。怖えわ。それほどのすごいポケモンが今どこにいるのでしょう。カオスの伝説ポケモンは活動エネルギーがなくなると人知れず眠るらしくて、居場所のヒントも分かってないね。ヒナモン、ブラブラと探索してれば、いるもんじゃないの？じゃないか。先ほどの本件も、千年ほど昔のものだし。そんな、千年も前のがよく残ってたな。マイモン君たちが見つけたらすごいですよね。これは、フラグだよね、絶対。
僕も伝説のポケモンのことを調べてみようかな。何か分かれば、お知らせします。あはは、君たちが見つけたら痛快だね。痛快プラターヌか。だけど君たちの旅は君たちとポケモンのもの、とにかく好きなように楽しんでほしいね。ああ、そうですか。なんだったんだ。おい、おい、お前急に来んなよ。お前、博士、もう行っちゃいましたか。直接ポケモン図鑑を見てもらいたかったのですか。まあ、評価はポケセンのパソコンからしてもらいます。あ、そうなんだ。僕はフロースト警部のポケモンを探してもっともっとポケモン図鑑を目指します。フロースト警部ってなんだよ、教えて。フロースト警部って何、わかんないんだけど、みんなフロースト警部、フロースト警部言ってるよね。これどっち行こう、下。あ、ここも町じゃないじゃん。どういう形してんだこの町は。とりあえず民家に突如。こんにちは。すごい家の構造だなこれ。階段がなんか温泉宿の玄関みたいな感じだな。一瞬で技を忘れたり思い出せるポケモン、すごい。そんなポケモンいるんだ。こんにちはおばさん。認知症じゃねえか。ああ、忘れてた。しかもおじさんだったんだ。あ、いやいやいや、それはさすがに。なるほどね。秘伝も技とかね、忘れられないからね。なるほど。そういう時にあるのしか頼りなんだ。みんな、私のことを、マダムメモリアルって呼ぶの。何マダムメモリアル。ポケモンが成長して覚えている技を全て知っていってね。すごいそれ。ガチ勢でも、なかなかいないでしょ、それは。へぇー。すごいね。あ、はい、わかりました。このお二人もいつか活用していきたいね。こんにちは。あ、釣り人か。フロースト警部の水が流れ込み、泳ぐポもう気持ちよさそうだ。なんなんだ、フロースト警部って。こんにちは。畑仕事でね、父親父って言うと、自分って、自然の一部だなって思うの。え？ああ、そういうことか。オッケーオッケー。自分も土に埋まりたいな、っていうことを思ったけども。反対側、あそこまだ町だったもんね、じゃあ。この人、町だった。廃墟って気になる響き。怖いじゃん。ああ、こっちはもう終わりか。じゃあ、上まだ行け、で、まだ行けそうだよね。上行ってみるか。おう。マール風車、マール運命。そう、ローテーションバトルは風車じゃなくて運命。何言ってんだ。こういう時期のまま1万年も生きてたマンメってすごい。1万年も生きて。すごいな。1万回生きたマンメか。何ここ。おーおーおー、すげえ、すげえ、わあ、すごい。風車、あ、ソーラーパネルになってんじゃん、よく見ると。雪降ってんのに。すごいな。おー。すげえ。どうもー。すごいとこに住んでんね、君たち。待って。俺は寒くても短パン、決して過元気じゃない。あ、元気なのは、これだ！あ、やった。でも寒いのに短パンはさすがにやめた方がいいよ。うん。へぇー。確か、ポケモンが赤緑発売された頃は、短パン小僧がね、まあ、出てたんで、短パンを履いてた子供はみんな短パン小僧、短パン小僧って馬鹿にされてね、この短パン業界に熱い風評被害が及んだという話があるよね。ポケモントレーナーがポケモンを強くする方法の一つ。それが難しいんよね。ちょうだい。やったー。持ってない。ちょうだい。は？はい。は？なんでくれないの、難しい悪の鳩。なんでちょうだいよ。なんなんだお前は。くれんじゃないのかよ。うわぁ、怒った。
ウワさんを怒らせちゃったな、あの人は。ここは、そっちにも家があるのか。こんにちは。悪い奴って世界征服とか言うけど、みんなの面倒見るなんてかなり大変だと思うぜ。確かに。何十人何百人ってでもね、僕が。もふーを振りたいね。こんにちは。ほう、お主、ポケモン図鑑を持っているのか。それで、マウンテンガース図鑑で見つけたポケモンの数は、何匹なんじゃ。ほう、見た方26匹か。70匹じゃない。そんな、長いよ、先。長いんですけど、その壁が。高いんですけど。てか、こんな、どこに住んでんだね。ちょっと、変な場所に住んでんな。これ、こっちは行けるか。どうなってんだ、ここ。何があるの、そっち。やめとこ。今やめとこ。フロストケープって、あれか、雪山の奥とか。いやー、どうもこんにちは。あ、間違えた。でっかいパンプジンのこと誰も信じてくれないんだよ。パンプジン？何パンプジンって。大きいのが好きな人もいれば、小さいのがお好みな人もいる。どっちがいいってことじゃなくて、どっちもいいなのよね。おう。似ていると違うところを探すし、違うと同じことを探して集めるのが好きなんだよね。例えば、シビシラスとガーメール、同じ子いくつあるかな。何シビシラスって。なんなのこの人たち。何言ってんだ。ちょっと、どうかしちゃったのかな。待て。どこだ。こっちか。よし、とりあえずフロストマウンテン行くか。あ、フロストケープでした。ごめんね。わー、寒そう。毛布、じゃねえや。なんかダウンジャケットを、買えばよかったな。こんにちは。寒い。君、ポケモン勝負で、体を温めようではないか。いや、すぐそこももう街だからさ、帰った方がいいよ。それ、危ないからさ。雪よ。雪が好きそうな名前なのに、雪に弱いのか。ビブラーバ。何その、テジナーニャみたいな言い方。ビブラーニャ懐かしいなぁ。あー、どうとうぜぇ。うぜぇつかうるせぇ。じゃあ、ニトロチャージ。レベル高いな、あいつ44だって。気持ち悪い、レベル高いよ。あー、ごめん、帰るから。よし。ははは。氷山で、雪山で、砂嵐起こしちゃうか、お前。すごいな。雪山で砂嵐って想像するとなんかすごいな。じゃあ、竜の息吹、頼みますか。竜の息吹。聞かねえようだ、へへへ。ああ、嘘。じゃあ、メガ進化して、グローパンチであいつを落とそうぜ。はい、メガ進化。よし、かっこいいね、リアネル。よし、行き、グローパンチ。よし、やったー。どうだ。よし。このサービスは、こういうのためですか？それとも、巻き止めなしとか？何うまいこと言ってんだ、お前は。うまいこと言わないでよろしい。大丈夫。僕にだって、寄り添ってくれるポケモンの温かさがあるからね。今倒しちゃったんですか、それは。あ、波の位置を。で、こっちや。これ何？下落ちればいいの？これ下落ちればいいのかな？こっちは？おー。何これ？じゃあ、そうじゃない。
左のなんかこの木が怪しい。めっちゃ怪しくないこれ。まあいいや。こ下落ち出るよね、多分。行きまーす。ほい。ダメだ。なんだ、こっちなんもないじゃん。じゃあ、この人と使う必要なかったね。あ、なんかいる。あー、スカイバトルか、あの人は。そうっぽいな。スカイバトラーみたいだな。あ、マンムがいる。ん？こんにちは。フロスト警部が気になるのかい？マンムーさんよ。マンムーさんよ。こいつ絶対悪い人だと思う。ムームー。豊田さん、高崎の雪山、フロスト警部に何か用かい？あ、あの、ちびメガネがいるね。いや、なに、このマンムーさん。いつもは17番道路で人乗せてくれんだが、この頃、フロスト警部を気にしててね。マムーは寒い気候が大好きなポケモン。フロスト警部の何かを察知したのかもしれない、知れませんね。何よ。君は？トロバと言います。プラトナ博士と名前で、各地どのポケモンが接続していらっしゃるって言います。地味な自慢だよね、これ。有名なポケモン博士に頼まれてって。はあ、それでフロスト警部にも足を運ぶんだね。マムーさんが気になるけど、注意していくんだよ。はい、お気遣いありがとうございます。馬さんどうしますか？僕は準備整えますけど。これって、いいよね、先にフロスト警部行って、15番道路行かないでさ。順番的には15番道路の方がいいと思うけど。まあ、いっか。我はスカイトレーナーとスカイバトルです。はい、もちろんです。やりましょう。結構ね、スカイトレーナーに僕らやってるからね。今日から、憧れのスカイトレーナーデビュー！デビューなんだ。おー、かわいい。なんか、ラブライブのリンちゃんに似てるような。スカイトレーナーの、ミュウ。151匹目のポケモンかな。で、フリージオ。お前も、スカイバトルできるのか。やったね、あいつ確かこういうタイプだよね。やった、燃えろ、燃えろ。燃え上がれ、燃え上がれ、燃え上がれ、フリージオ。あー、くそー。いやー、怪しい感じ。いいよいいよ、解放者しまくって当たるでしょ。嘘、当たるとこ言ってんの？聞いてないよ。じゃ、消えそこ、当たる当たる。いけるいける、信じてる。おい。聞かない。おい、セパちゃん頑張って。見返すんでしょ、あいつを。弾ける炎。いける。よし！倒せ！いやー、やったー、倒した。オインスカイバトル挑むなんて100万年早いんだよ。よし。うえぇ、デビュー戦なのに、ごめんなさい。ごめんなさい。デビューだったら花を持たせてあげた方がよかったかな。あー、ありがとうございました。喋れないのかな、あのことも。あえて邪魔できないのか。いくぞ、マンムー。ムームー。あ、ダメなの？マンムー連れてきないの？え、なんかいる。何こいつ。あれか、絵描きさんか。絵描きさんって言うのかな。公式ロストケーブ。はい、君、描くよ。そのまま動かないでね。あ、はい。芸術家の国彦。なんか、国彦さん。動物。なんか芸術家って大体動物持ってるよね。よし。じゃあ、そうですなぁ。うまい001いきますか。いけいけ。ね、効果抜群？マジか。うわい。で、あいつにも聞くから。よし。あいつ全然聞いてないな。まあいいや、アクロバットで倒そう。ほい。よっしゃ、やったぜ。
ジョージレベル40。横取り。何横取りって。相手が使おうとした回復骨や能力変化の像を奪って自分に使う。いいです。いらないです。いらん。バステストしない。はい、諦めます。よし。動かないでって、あれだけ言ったのに。ごめんなさい。ごめんなさい。許して、ごめんね。動画の時代だけど、一枚の絵が好きだね、わしは。ごめんなさい。ほんとごめんなさい。ごめんなさい、今動画撮ってます。あなたの、その言葉を。ごめんなさい。何これ好きっていいの？あ！うわ、すごい、雪山だ。うわ、すごいなぁ。すごいなぁ、あれ。うわぁ。本格的な雪山じゃないですか。ちょっと怖いけど。じゃあ今回はこの辺で一回区切りますか。次回フロストケープ乗り込みますか。ではご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。では、アディオース。